こんにちは、高木豊です。はい、高木ちさです。はい。はい。今日のテーマは。はい、今日のテーマは。まあ新監督。うん、開幕しましたよ。開幕したね。はい。で、まあ新監督は3人という。そう、なんかさ、開幕試合って6試合あったけれども、はい、うん、ちょっとすごい内容の試合がたくさんあって、うん、でなんかいろいろね話したいこととか触れたいことって多分井坂さんいっぱいあったと思う、うん、いやあるあるある。だけどそれはまた YouTube なんかで話すとか、まあ、動画にするよね、うん、動画で話すということで、うん、はい、今回はちょっと監督さんで、はい、今シーズンから新しく就任した監督さんが3人いらっしゃると思うんですが、うん、いるね、はいはい、ちょっとそのあたりにもちょっとフューチャーしてそうだね、話してみたいなって思うんですけど、はい、まあ一緒に、はい、あ、この3名3名はね、はい、ただあの直接対決があるから、うん、どっちかは勝つというね、まああのビッグボス、うん、ビッグボスね率いる、はいはい、日本ハムと、はい、藤本監督率いるそうだ、ね、ソフトバンク、そしてセ・リーグの中日立浪監督、立浪監督ね、はい、うん、まあでも3人とも見てたらさ、うん、そんなに緊張感っていうか、まあ緊張はもちろんしてるんだけど、うんうん、けどもなんかこう動揺とかそういうものもなく、うん、なんか普通に戦ったというようなね、まあ終わってからの感想だけども、ただ戦い方って、うん、まあいろいろあってね、うん、でビッグボスは自由奔放に、うん、自分の考えた野球をもう貫き通すというね、うん、だからこう計画変更なしというね、まあそういうことでこう進めたかな野球を。これは、まあ、開幕戦っていうこともあって、うん、多分いろいろと戦略だったりいろんなことは考えて、うん、もう最初からなんかこう設計図があるような感じで、うん、まあ途中杉浦というピッチャーが投げたんだけど、うん、途中交代西村にしたよね、うん、あそこだけが計画を変更したけども、うん、あとは全部計画通りに進んだというね。進んだの？進めたの？まあ進めたかったんだと思う。まあなんかそれはそれはどの試合でも監督さんってこう試合運びとかどんな展開になるっていうの予想はある程度立てたり、こうまあいくつかのパターン、こうなった時はこうしようみたいなのがあるとは思うんですが、それがもっと具体的にこうしたいっていうのがあったってことですか？いや、計画を変更したくなかったということだけだよね、うんうんうん、だから1回から9回までのピッチャーは、うん、イニングも含めて決まってたんだと思う、うん、それはでもまたそれは新しいことで、まあそうだね、例えばここまで投げさせようと思ってたけど早めに加えたとか、うん、あ、これちょっといいからもう1回引っ張ってみようっていうのはよくある話でしょ。でもそういうことは、まあ、あってもいい話だよね。そういうことはしたくなかったってこと。そういうことはしたくなかったっていうのがすごい分かった試合展開だった、うん、だからこの1試合で、うん、あのビッグボスの性格を読み取ると、うん、やっぱ頑固だよね意外に頑固だと思う。なるほど。なんか柔軟性があるみたいな感じだけども、うん、これをやるって言ったらとことんそれをやらなきゃ気が済まないタイプ、うん、まあでもそれはなんかこう心情スタイルが選手時代からあったようなところがここにも現れてる感じがするかな。まあそうだね。だからまあ、まあ、例えば敬遠のボールを打つって、うんうんうん、何が何でも打つと、うん、そういうことが実を結ぶというね、うんうん、だからいいところもあれば、まあ、裏目に出るところもたくさんあると思うけども、うん、やっぱ長い目で見た時にはね、うん、やっぱその信念っていうのはなんかこう通っていくような、うん、岩をも砕くような、うんうん、なんかそんな感じがしたかな、うんうん、だってさ開幕のさ初戦一番バッター、うん、相手は千賀だけどさ、うん、やっぱ千賀だって硬くなるわけよね、うん、で今川っていうのは実績もそんなないし、うん、うん、でも千賀と今川の力量を考えた時に、うん、やっぱ今川って打ちに行ってもいいと思うんだよね、うん、ただ普通であれば立ち上げにノースリーになってボールスリーになって、うん、次の球打たないよね。一球見ようかな、ね、いやそうなるよね、うん、相手の様子も伺いながら、うん、だからそれを打っていくっていうのは相手じゃなくて自分たちがどうするんだという、自分たちは積極的に野球をやっていくんじゃないかという表れだよねあれはね、うん、完全に。だからまあ賛否あると思うけども、うん、俺はまあ達川さんはこう言ったんだよ。いやだからそれはちょっとかばってるよ新庄って言うけど、うん、
俺は力量を考えた時にはフォアボールなんていうよりもフォアボールは俺にノースリーになったけど千賀クラスは出さないよっていうふうに打っていったのが、うん、これが実績がね双璧であれば俺は待ったと思うよね、うんうん、だから、うんセオリーがあるよって、うん、すごいね、そうそうそう、うん、やっぱ唱えられる方もいらっしゃれば、だから固定観念は、まあうんうん、あ持ってみない方がいいね。ビッグボスの野球はそう思いましたね、うん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 、で藤本監督、はい、ソフトバンク、うんうん、動じて動かずという、うん、ずっと無を、うん、貫き通していったんだけども、うんまあ、今宮が調子悪かったんだよね、うんうん、でガルビスという外国人を取っといて、はい、でそれをいつ使うのかなと思ったら初めて動いたのがその選手を、うん、今宮と変えたんだよね、うん、で代打に送って、はい、それが結果を出しそうもうね結果は結果は1打席目レフト前ヒット右打席でね、うん、で次はあのスイッチヒッターだから、うん、次は左打席で満塁の場面で回ってきたんだけどもいや見事にチェンジアップかフォークボールをすくって拾って、うん、ライトにホームランしたんだけどもさはいもう開幕戦でね来日いきなりなホームランが満塁弾っていうね、うん、だから、うん、そういうなんていうのかな動いた選手が活躍するというね、うん、まあこれまたその気持ちのいい野球を、うんまあ、藤本監督がやったなというね、うんまあ、采配が当たったという例だよね、ねうん、でもまあそういうタイミングでガルビス選手を起用しようって、うん、やっぱそれはある程度は頭の中にあったりするのかああまあやっぱり頭の中にはやっぱこの選手をどういうタイミングで差し込んでいこうとか、うんうんまあ、今宮があの調子良ければそういう頭にならないんだけども、うんうんうんまあ、バント失敗だとか三振だとかさ、うんまあ、内容が良くなかったんだよねどのタイミングで変えようかっていうようなことは、うん、やっぱこう測ってたと思うんだよね、うん、だまあそれが昨日開幕戦では当たったというねぴったりハマってハマったな、うんはい、素晴らしい満塁弾でしたまあそうだね、ね監督さんの采配ってすごい難しいいや難しいよ本当にいや勝ったら正解だしそうもう全く同じケースってないと思うけれども、うんうんまあ、大体こういう時にはこうするだろうっていう采配をしても、うん、結果が伴う伴わないで采配が良かった悪かったってなるわけですよまあそうだね、うん、だからまあ、うん、難しいよね最後の最後まで監督さん終わってでも、うん、死ぬ間際まで永遠の課題というかいやだからどれが正解、うん、だから勝ったら正解だからまあそうですよね、うん、だけどそこにたどり着くための采配だから、うん、まあまあそうそうだねどうするかっていうのとか、うん、それこそ1球だけの違いのタイミングのでも全然違う結果を生むことがたくさんあるからそうだね、うんうん、だから守備変更でもさその通りですよねもう全然変わってくるしもう今ねあの高校野球も甲子園でやっているけれども、うん、それを見ててももうなんか監督ってでかいよな本当にそうだしそれに対しての選手のプレーだったりとか、うん、なんか特に高校野球はみんなの心情が表に出るというか、うん、心の中身が出てるプレーも多いからまあただねプロはね、うん、そういう心情を隠せる技を持ってるというかいやもうそれ本当に感じますね、まあ、大根役者と、まあ、一流役者との違いっていうのはよくわかるじゃない、うんだから立浪監督は、まあ、負けたんだけど巨人にね、うん、そのきっかけを作ったのが吉川の内野安打だったんだよ、うん、で大野はベースカバーに入った時に足ベースタッチをしてる、うん、してないねで立浪からリクエストが出たんだけども、はい、だその時判定がやっぱセーフで、うんまあ、そこから一気に崩れていくんだけどもね、うんうん、だからまあそれもやっぱこう大野の心情とすればやっぱ動揺する一本の内野安打になったんだよ ね, ね、うん、だからそういう、 こう一本のヒットがどういう形でセーフになるか、まあ、それによって心を揺さぶられるというかさ、うん、で次の、まあ、広岡だったかな広岡がなんか肘を出して、うん、デッドボールにはならなかったんだけど、うん、当たりに行ったという、うん、でそれは認められないで次の球をツーベース打たれるというね、はい、皮肉な結果にはなったけどもね、うんやっぱそこら辺でこう動揺するのか執念を見せるのか、うんまあ、大きな違いでねだからまあ広岡のあの肘を出して当たった当たらない、次の球をツーベース打たれるとか、う
立浪監督は采配を振るう暇がなかったというかさ、うん、間がなかったというね。なるほど。だから立浪野球がどういう野球なのかっていうのは、まあ、あんまり見ることはできなかったよね。まあ、でも本当にあこのタイミングでこういう起用するのとか、うん、こういう風に変えてくるのっていうことって多々あると思うんですけど、うん、そういう風に差し込んでいくのもすごい難しい、うん、いや難しいよってことで、で変えるのが一番難しくて差し込んでいくのはいいけども、うん、差し込んでいく代わりに変わる選手がいるじゃない。そうですよね。だからそのタイミングを間違えると選手との信頼関係が崩れるという人間関係のややこしさもあるよね。ややこしい。だからその、ね、うん、阪神のピッチャーでも昨日 ね10対8だったかな、うん、そういう試合をやるときにいやこれはもう完全に打たれる、我々が見てても打たれるっていう風に感じて、うん、でももうベンチにいる矢野監督なんかまさしくそう思ったと思うんだけども、一番感じてますよね。でもそこで変えられないのは、うん、やっぱ1年間このピッチャーを使っていかなきゃいけないというところでやっぱ信頼してあげなきゃいけないんだよね、うん、分かってても、うん、でもそこを非常に慣れるか慣れないかによって、まあ、結果も違ってくるんだけどもね、うんだから監督って難しいなっていうのは、ね、まあ、改めて、うん、昨日は思ったし、うん、まあ、ルーキー監督ね、はい、うん、早く、一勝できるように祈ってますよ。昨日のだけでもお三方三者三様なそうそう、ね、本当にまあまあ、新人監督はあの直接対決があったからね、うん、まあ、どっちかに軍配は上がって、まあ、一つは一人は勝てるんだろうけども、うん、まあまあ早いうちにね勝たないとプレッシャーになるから、ね、本人がそうですね、うん、でチームメイト、まあ、チームで選手もやっぱ新監督に早く白星をプレゼントしたいというね、気持ちもあってやるから、うん、だから焦りになったりとかするよね、うん、勝てないとねなかなかそういうこともあるので、はい、うん、まあ、まあまあでもプロ野球がね、無事開幕をして楽しめるなっていう、うん、今年もね、どうですか開幕前ってうん、ワクワクドキドキなんか、まあ、ワクワクするし、うん、まあ、不安と期待と不安っていうのは同居してるんだけども、うん、50% ずつぐらいでね、うん、まあ、だけどなんか今までキャンプオープン戦、うん、まあ、もちろんこう開幕して野球っていうのはつながっていくんだけども、うん、なんか一つ気持ちの中ではリセットできて新鮮な気持ちで迎えられるというね、開幕戦からこうシーズンに入っていくっていう意味ではね、うん、なんかこう新しい気持ちでっていう、もちろんもちろん、うんうん、みんなうまいスタートを切れたかなって、うん、まあ、阪神がちょっと痛かったね、7点差をひっくり返されたわけだからね、ちょっとね内容的にちょっとねうんって重くなる感じが、まあ、関西は大変だと思うよ一気にこう落とされたわけだから、まあちょっと矢野監督批判にさらされてるかもな、うんうん、まあでも先長いから、ね、なんか内容より結果が全てっていう、ね、こう厳しい世界なので、うん、まあ、なかなか頑張ってほしいと思いますよね。はい、また。